三橋タイと言います。就農して6年目ぐらいですかね。もともと東京の方に住んでて飲食関係で仕事はしてたんですけど、で実家がここで、誰もリンゴする人いねえなって、パイルで帰って、その後うちのあの娘がね、いや私もリンゴ屋になろうかなって言って、リンゴ農家になるために東京から山形に来ました今リンゴ農家見習いしてます。もう空気が美味しいし、ご飯も美味しいし、のびのび暮らせるところがすごいいいなと思います。品質を揃えていくっていうところがやっぱり難しいかなと。難しさの中に楽しさみたいなってどうですか、あるもんですか？あ、あります。うちなんかは直接お客さんとこうやり取りすることが多いので、それがやっぱり楽しいかな。美味しかったっていう言葉が一番嬉しいですね。注文の電話を受けるときとか、ね、連絡を取ったりすると、うん、あなたの元気な声がまた聞けてよかったわとか。東京の仕事と比べてみて戻ってきてよかったなと思うとしたらどんな点ですか？人のつながりもそうですし、東京の方の友達とか、大ちゃんが作ったリンゴを送ってとか、さくらんぼを売ってとか、つながりはつながりで全部つながってるし、でやっぱり地元にいる分昔のつながりがまた戻ってきてっていうのがあるので、農家さんってみんな年配の方すごい多いんですけど、うん、私も40個してますけど、大ちゃん大ちゃんって言ってちっちゃい子扱うのと同じように、まあリンゴがうんぬん、何がうんぬんって言っていろいろ面倒も見てくれるので、それはすごいありがたいですね。やっぱ東京を見てきたからこそ、あ、それはあるかも。だから一回出たから、まあ、景色も人も綺麗だなって思いますね。人柄、あったかさみたいな。もうこの時期ほら忙しくてご飯作ったりとかできないじゃないですか、はい、だと必ず玄関におかずが置いてあったりとかして、子供にひもじゅうもいさせちゃダメよっつってだからみんなに支えられてる。ああ、ダンボール紙です。お母さんが山形で働く姿見てどうですか？うん、すごいなんか楽しそうに自然の中で働いてる感じが、お母さんとしても農家の先輩としても憧れではありますですか？はい本当に本当良かったんですよ。なんか古田進です。8年目ですね、はい、あの公務員をやってました。林業の方の関係でやってました。あ、埼玉の方ですね。まあそのもともと木が好きだったので、まあその林業の仕事もしてたんですけども、その木と共に暮らしていく生活がしたいなというふうに考えてまして、林檎作りを始めました今すごく楽しいですし、うん、自分でね、あのやった分だけ成果は出ますし、うん、すごく魅力的な仕事かなとは思いますけどね。うん、見えますか？美味しいですよ。まあ最初はね反対されましたけどもまあでも自分のやりたいことなので、まあ最終的にはね親も賛成してくれて、今ではね一番の、まあ、サポーターというかね協力者です、うん、あの本当に忙しい時なんかは手伝いに来てもらったりとか、うんうん、してますね。本当にもう全く旭町はね、もうゆかりもなかったので、ここに最初来た時にここのリンゴ組合の組合長さんとだいぶ良くしてもらって、いろいろと、まあ、地区のねイベントとかも草刈りとかね、そういうたくさんあるので、まあ、そういうところに参加して積極的に信頼関係を、まあ、築いていったっていう感じですかね。私がねリンゴやりたいっていう時に、たまたまここの畑も人手がちょっと足りなくてちょうど空くっていう話だったので、周り山とね、すごい景色が良いのと、まあ、こういう中でリンゴ作りできたらすごいな、いいなと思って、あの家も見つかってこの近くに、すごくね周りにも感謝してますね町もねどんどんリンゴ作ってる人も後継ぐ人がなかなかいないので、あ、いたんとなると、うんうん、お家どうすんだとか、うんうん、その園地あるのかとか。まあ園地も家もいっぱいあると思います高齢化進んでるんで、もう畑はどんどん空いてくるんで、むしろ若い人がどんどん入ってきて畑継いでもらうのがいいのかなと思いますけどね。うん、ぜひぜひ若い人に来てもらって、うん、リンゴ作りの仲間ができればすごく嬉しいなと思います。鈴木達也です。就農が8年目ですかね、今年は。農機メーカーの整備の方をやってました。
自然の中でやってるので四季の移ろいだったりとか畑の様子の変化だったりとか楽しいですし、毎年違います。天候が違ったりとか、うん、土の条件も変わってきますし、それで毎年同じ味になるべく近づけるか、前の年よりももっと味を良くしようっていうふうにこういろんなところである勉強会だったりとか、うんうん、書籍だったり新聞だったりに載ってる情報をもとにしていろいろ試しながらこういいものを作ろうっていう。やっぱり農家だと全員が全員一人親方じゃないですか、要は。だからこそそこでいろいろ情報共有もできるし、田舎だから田舎特有の団結っていうかな、そういうのもあるんで、優しいですし、父が弱ってやめようかって言ったところで、まあそこで収納しました。息子さん継いでくれてよかったっすね。こういう要件で願ったんだけど、農地を減らしてよ、のんびりという予定だったのでや大丈夫だ、のんびりなプランに対するの本当にやりったな、農家の腕は。達也が、はい、我々だって何人経ったって一人前だと思われよ。薄々だべ、高いね。勤めてた頃よりは全然今の方が充実してますね、いろいろと。正直前の職場で上司とうまくいってなかった部分もあって、そういう対人関係であんまり面倒なことがないんで、すごくもう自由気ままな感じで楽しいですね。一番に思うのはやっぱ自分が作ったものを食べてもらって、美味しいって感想を言ってもらって、それでまあ毎年同じ人が買ってくれてっていうところですね。結果がすぐに直分かるっていうところですよね。そうやって毎年同じ人が同じように注文してくれるっていうことは、それだけ認めてもらってるっていうことなので、そこはやっぱり嬉しいことだし、やりがいにつながる部分でもあります。もし何のつてもない人がひょいときたら、はい、優しくご指導はしてくださるんです。やっぱりそれは自分もいろんな先輩方から嫌な顔されずにこういろいろ教えてもらってきてますし、それを今度は自分が教えられる範囲で教えるのも、まあ農家やってる今の自分の仕事かなっていうのはあります。楽しく生きたい。佐治町に生まれた時から、私は8年。以前はどんなお仕事を？農家する前は映画館で働いてます。映画好きです。映画好きです。アメリっていう映画大好きで、私人を幸せにするとこう自分も幸せになれるっていう映画、なんかそれ農家もすごい通ずるものがあった。食べてくれた人が美味しくて幸せになればこっちも幸せだし。今年のリンゴはどうですか？まあまあかな毎年反省点は何個もありますまだ全然これじゃあまだまだダメだって感じ。朝日町はリンゴの町なんで、プライド持ってやんないと。生産者も少なくなってるんだから、いいリンゴ作り目指して若い人頑張んないと。でもあっちにお母さんとお父さんも行きます。 YouTube デビュー。娘さん、農家継ぐって時どうでした？まあ、ね、やりたいごんたらいどうぞって感じだった。まだ当然嬉しいんで。農家の方々にこういろいろ教えてもらったりとかありますか？めっちゃいつも教えてもらってます。経営してるのは男の人でも、中を見ると働いてる人って女の人の方が多いので、女の人たちと毎日キャッキャ働いてるんで楽しいです。何で却下するんですか？あ、今日夫婦で手伝いに来てくれる人がいて、はい、で旦那がなんかその二人によく愛の力で赤くしてくださいみたいなことを言ってて、なんか私たちはもうダメだとか私たちはもううち旦那連れてきても赤くなんねえはとか言ってキャッキャ言ってましたよ案外農家は孤独なように思えて全く孤独じゃないので、うん、迷ってる人いたらあまり怖がらず固く考えず自然の中で仕事するっていうのを経験してほしいかな。
新規就農してどうですか？最高です。今年旦那は就農したんで。あ、お二人ともじゃあ新規就農。そうですね。いいリンゴだけどもある。現状こういうふうに収穫してると面白いですよね。やっぱりそのリンゴのなってる様子とかで、手加えれば加えた分だけ答えてくれる。その答えのない世界っていうのがすごく面白みを感じて。で、農家ってこう新規就農者大好きなんで、分かんないことあれば聞けば何でも答えてくれるし、なんだろう、私も含め新規就農者は大歓迎なんで。楽しみながらやってます。でも丸12年ぐらいになります。花作ってるんですけど、慶応桜とかスノーボールとか花木っていう花の種類を作ってます。まあ、うちの親から手伝ってみないかって言われて、そしたらもう面白くてそのまんま農業を始めたっていう感じです。もう花にハマっちゃって、で花をどんどん増やしてって、今ではもう9割ぐらいが花って感じですね。花にハマっちゃったんですね。はい。やっぱりでも収穫してその花屋さんとかに見てもらった時に、こうしてほしい、ああしてほしいって言われて、その通り育てることができた時にすごい喜んでもらった時がもうすごい楽しくて、でもそっからですね、もうどう作ったらいいってもういっぱい聞いて、まあそれが一番の魅力っていうか、やってて楽しいなっていうところですね。もうちょっと癖のある花作ってほしいとか、まあ生け花の先生とかも多いので、まあその先生から言われた通りするっていうのが難しいので、それに挑戦するっていうのがすごい面白いですね。右に曲がらせてくれとか、色とかもそうですね、もっと濃くなんねえかなとか、いつも簡単にはできないですけど、そうですね、近いような感じには持ってるように、まあ頑張ってる感じですかね。いや、本当難しいんですけどね、いつも挑戦してるって感じですね。やっぱ自分が社長なんで、まあ、自己責任なんで、ちゃんとしたらちゃんとした分だけやっぱ成果上げられるし、サボってたらね、もうサボった分返ってきますんで、そういうの意識しながら楽しみながらやってます。18歳の頃家出たくて出たくて、もう農家なんか絶対嫌だっつってたんですけど、結局ね、家農家好きだなっていうのにたどり着いて、まあ本当に転職だと思います。とりあえずでも農家は面白いっていう感じですね。住むことに関してはもうぜひ住んでほしいですけど。優しくいろいろ教えてくださいっていう人いたらどうしますか？いや、全然興味があれば、やる気だけあれば、自分が知ってる範囲で全然教えます。丸山祐希です。34です。6年目です。仙台市です。前職はエンジニア系ですね。パソコン系の社内のネットワークとかのなんかそういった管理をする担当をしていて、震災で仙台が大変なことになって、自分で何かをしたいなと思った時に食に興味があったので、農業に関わろうと思ったのがきっかけですね。うんうんうん、朝日町は正直一番最初知らなかったんですけれども、自分が作りたいものを探していったら朝日町にたどり着いた
朝日連峰の麓で山からの水でもう見た瞬間にここだったらいいかなと思って飛び込んだ一人で本当独身一人で突っ込んできた感じですね、うん、ってことは丸山さんは個性的な方に農業を始める人はみんな個性的な人ばっかりだと思います一番最初ここを紹介してもらったのが朝日町でもう新規に就農していた県外出身の人がいてその人と知り合うことができてその人のところに遊びに来たらこうそれ紹介してもらったんですすごくそこは助かりましたねで役場の人とかその集落の区長さんとかが熱心にそこからこう広げてくれたのでいやかなりフレンドリーで集落の集まりでこっちの子供たちとも結構遊んでたのでなんかみんながまるちゃんまるちゃんみんな子供たち知らない子供まるちゃんって誰みたいなことを言われたりとかすごいフレンドリーに接してくれるのでこの代わりしこたま酒は飲まされましたけどねしこたま飲みましたけど特に年配の方はお酒を飲まないとスタートできないみたいなところがあるのでそこはなるべく一番最初は積極的にそういう集落の集まりとかは顔を出すようにしていましたもう一回同じことしろって言われてもやっぱりできないんじゃないかなやっぱり知らないからこそできることってすごく多いのかな逆に知っちゃうと身動きが取れなくなったり反対する声とかもすごく聞いてしまうので知らないからこそここでこうやってできてるのかなとは思いますどうした6年目です6年か貯金会社運送会社にいてて今年の出来は良かったです。粒もいいですし、病気もつかなくて、なかなかこういいものができたんではないかなと思ってます。年配の方もよくおっしゃいますけど、もう何歳になっても勉強なので、わからないことあったら聞きに行くし、痛いことあったり不安なことがあれば、相談する形で。何もわからない状態から始めたので、大変なこともあるんですけどやっぱりこういうふうに物がこう一からできていくというところですごく魅力ですし楽しみでもあるしこうやって育ったしっかりできたものが形となって残るっていうのはすごくいいことだなと思って、うん、張り合いがあるなというふうに思ってます、うん、一番嬉しいのはやっぱりこうやって収穫した時にいいものができたなってこう実感しながらこう収穫するっていう作業が一番充実感があるというか楽しいところですとにかく人がいい優しい人が多くて農業者にもすごく温かいところがたくさんある町だと思いますそうですね私も本当に何にも農業分かんない状況から始めたので地域の年配の方で教えてくれる私のこう師匠みたいないろんな教えてくれる方がたくさんいるのでちょっと聞きに行けば分からないことあればいろいろ詳しく親切に丁寧に教えてくれるので地域のことだったり社会情勢までいろいろな話まで教えてくれるのでそこが楽しくて会って話をするのも楽しみの一つになってます仕事の教えあり、はい、楽しい酒飲みありそうですねいろんな面でこのぶどう農業を始めたおかげというかきっかけで、うん、そういう出会いもあってここまで来れたのかなって思う、うんはい鈴木太一と申します今年で3年目ですねブロッコリーをされてる理由ってのはどんなところですか理由、まあ、結構手間かからないので植え方以外は一人で全部手が回るので自分に合ってるかなと思ってやってますねブロッコリーって他にもいらっしゃるんですか今年
増えたみたいで、朝日町もともと僕一人だった。楽しそうに見えますね本当ですか収穫は楽しいですね。特に夏場草がすごいので、草との戦いって感じですかねこれからもずっと農家でのつもりです転職してよかったですか？そうですね、前はちょっと辛かった時もあったので、今は自分のペースでやれるのでよかったなと思ってますね、うん、まあ、こういい人たちいっぱいなんで、まあ、手助けしてくれると思うので。他の畑で病気出てたんですよ、連作障害かなと思ったんですけど、なんか後からその知ってる人にまた違う病気だって教えてもらって、やっぱそういう、なんだろう、情報共有は大事だなって思いましたね。東京の仕事はどんなもんか分かんないけど、まあ、こっちの仕事は仕事で、まあ、自分のペースでやれるっていうのがまあいいし、やっぱ都会疲れみたいなとかよく聞くんで、もしそういう人がいたら、まあ、チャレンジしてみるのもいいかなと思いますね。鈴木はじめです。今3年目ですね。以前は福島の浪江町っていうところで役場で働いてました。事務作業ですね。うちの祖父母がここでリンゴを作ってまして、何年かこうお手伝い来てたんですけど、やってみたいなと思って5年5、6年悩んでやるようにしました。だんだんこう興味がさらに深くなってきて、リンゴの面積また来年もちょっと増えるんですけど、やっぱりそう技術が伴ってくると、まあリンゴも良くなっているような感じがしますので、そこがいいとこですかね。ずっとリンゴ作ってきた人方々とか、若い方々とかにいろいろ教えてもらったり、いろんな場所に研修っていうか連れてってもらったりしてるんで、まあ、それでまあ覚えているような感じですかね。いろんな集まりとかには出てますので、酒飲みもしたり、まあ、バーベキューしたり、そういうのも楽しいですよね。まあ、最初始めた時は本当にやっぱり収益と労働量が見合わないっていうか、まあ、正直黒字にはなってないので最初は。だけど近頃経営もある程度改善してきて、まあ、リンゴとあとそっち側にスモモとナスとスパラガス、果樹2種類と野菜2種類なんてそんなに手広くはないです。役場で働く方が精神的には楽なんですけどね、なかなか自分が休むと今度給料にならない部分もあるんで、やっぱサラリーマンとちょっと違いますけどね。どっちがやりがいありますか、前の仕事か？いや、それこっちの方がいいですよね未だかつてあのもう一度戻って仕事したいと思ったことはないです朝日町そのいろんな会があるので、みんなでなかなかよくワイワイやってるんで、やっぱりいろんなバックアップ役場さんでもしてもらえるし、あとは農協さんでもいろんな手伝いですかね、技術指導もしてもらえるので、思っていた以上に充実はしてますね。小林和馬です。今年で24になります。3年目っていう形ですね。前は車のブレーキ作りで埼玉の方にいましたね。こっちは肥育なので、まあ、お肉の方やってますね。前の仕事をしてて、こっちでお手伝いっていうことで結構面白くて、中学校の頃からお付き合いさせてもらってたこのおじいちゃんだったんで、それでそのまま結婚してこの仕事に携わるようになったっていう感じですね。生き物なんで大変ですけど、やっぱその分やりがいはあってとても面白いなと思いますね。朝とか夕方の餌の食べる具合と顔つきとか、熱とかあると耳とかが下がってくるので、一つの目安としては牛体調悪くなってくると毛が荒っぽくなってくるような感じが自分はしているので、見逃さないようにはしてますね。教わったのはおじいちゃんですけど、やっぱ一番はやっぱその山形の他の肥育農家さんからいっぱい面倒を見てもらって、いろんな人からいろんなことを教えてもらって、その中でいろいろ考えて今実践してみているっていう感じですね。まだまだ自分もまだまだですけど、新しい人にもまた教えながら自分を勉強していきたい。触ってきます。そうですね、やっぱ正直会社員時代はいやいや働いてた感があったんですけども、農業は自分で思ったように好きなようにできるので、すごい伸び伸びとさせてもらってます。やっぱ親が農業してたっていう姿を見てたのもありますし、会社員の頃
家で作った作物持ってってすごい会社の人に喜ばれて、やっぱ私も生産する側になりたいなということで始めました。やってもやっぱまだまだわからないことばかりで毎日勉強の日々です。佐喜町は若手農家の会という会もあって、やっぱ20代30代の方が集まってお互い情報交換したり勉強し合ったりということで集まりもあったり、仲間作りというところでは結構つながりは多いですね。研修会し終わった後とか、あと夏バーベキューしたり年末忘年会したりというのは集まりあったりしますね。美味しいです。正直何もないところではあるんですけども、やっぱすごい伸び伸びと暮らせますし、住宅の補助であったりサポート面でも一応充実してると思うので、ぜひまずはお試しで来て一回足を運んでいただいて、この朝日町の雰囲気を味わってもらって、そこから考えるのがいいと思います。大家好，我们今天要去拜访朝日町的町长，那町长会是怎么样的人呢？就让我们进去看看。失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山形県朝日町とはどうなるところ？朝日町は町の全体の面積の 70% 以上が森林に囲まれた本当に自然豊かな町です。その町を最上川が縦断しているという本当にこう自然、環境の豊かな町です。そんな町に住んでいる町民の方々も気持ちがよく、本当に親切な誠実な、そんなあったかい人たちで愛な町です。朝日町はリンゴとワインの里というふうなキャッチフレーズで長年街づくりを進めています。その中でもうリンゴは朝日町で栽培始めてから130年以上経っています。またワインについても朝日町でワイン工場ができてから70年以上経っている。そんなリンゴとワインを多くの方々に喜んでいただきたい、そんな思いで町づくりの機関として取り組んでいる町です。このですね、この富士リンゴ、ここに袋をかけて栽培していた、これが朝日町のリンゴ生産者の方がこの袋を外して育てていく、そんなリンゴを開発したと。太陽の光も浴びて甘くて、そして蜜がたっぷりの舞台富士のリンゴに育っている。これはですね、東京の市場においても非常に高い評価を得て全国的に有名になっている、またブラウンド化された、そんなリンゴになっています。素晴らしい、素晴らしいですね。朝日町の美味しいリンゴ、私も作ってみたい、そんな思いの多くの若い人たちが朝日町で新しく収納してもらっている方々が大勢います。国の方でも農業を取り組みたいという人材育成のための資金を提供する制度があります。また町独自としても様々なメニューで支援をさせていただいておりますし、農業ってどんなものかな、リンゴ栽培ってどんなものかなと思われる方が、町で準備させていただいている新規就農者の方々のための就農住宅の方で泊まっていただいて、そこで体験を積んでいただく、そんな制度も町の方で準備させていただいております。朝日町の育った子どもたちが将来大きくなった時も、自分の町にはリンゴがあるんだということをずっと思っていただきたい、そんな思いで長年取り組んでいる事業などもあります。リンゴは下になったので、逆にこのリンゴを上にこうひねるような形で置いてもらえますと、軸がついた状態で収穫することができます。あ、これ赤いよ、ほらこっちだって。あ、取れた。おお
て今日藤野さんで完成させてもらった。どう？ここで。報告するわ。そうですか。どれがいいの？うちの帽子と前塗りも誰にやるの？誰だろう。やってます。よし。この袋。この授業どうすか？楽しい。楽しいです。山形朝日町にぜひ来てください。お手伝いします。もうちょっと方言方言な山形はさっき席にが